奈良時代、遣唐使として2度も中国に渡り、日本に帰ってからも国の制度改革や文化の発展に力を尽くした吉備の真吉備。その真吉備を輩出した一族、下道氏の墓が岡山県織田郡矢掛町にあります。下道氏は奈良時代の吉備の国で大きな権力を持っていた豪族です。矢掛町東みなりには下道一族の墓域として伝えられている場所があります。今から300年以上前の元禄12年、ここで銅で作られた骨臓器が発掘されました。中には炭と一緒に遺骨が入っており、蓋にはこのような文字が刻まれ、下道の国勝と弟国頼の母親の骨臓器であることが記されています。国勝は8世紀前期の中央下級武官で真吉備の父親です。つまり真吉備の祖母の骨臓器の発見をきっかけに、この辺り一帯が下道氏の墓域ということが分かったのです。さらに骨臓器には和道元年西暦708年の銘文があり、この時には仮想の文化がすでに伝来していたことを表しています。その下津道という一族が元来新本川や小田川流域、この辺りを支配してたと言われてたんですが、その本拠地がここ東みなり周辺にあったのではないかということが大きな重要性になります。でその他にも仮想という宗族が8世紀の初頭、西暦に直しますと700年の初めに、仏教の経典の、影響を受けて始まったことなんですけれども、当時は近畿とかそういう都の周辺に多かったんですが、それがですね、こう708年の時点で早くもこういうふうな岡山のような地方の方にですね、文化が発展しているっていうことで、この下津道一族というのは中央と結構強いつながりを持ってたんじゃないかっていうことが分かりました。他にも骨臓器の出土地では7世紀末から8世紀初めの頃のものと考えられる末室の亀や和道開珎などが発見されています。その重要性が認められ、下道氏の墓域と骨臓器は国の重要文化財に指定されました。樹齢300年以上の椿の大木が花を落とし、深紅の絨毯を敷いたような光景が広がる国生寺。発見された骨臓器は領主であった庭瀬藩主板倉重隆に届けられ、次の代の藩主正信が出土地に近かったここに安置しました。その際、下津道の国勝の名をもらい、鋳造坊徳道寺から国生寺に改めたと伝えられています。椿の木の隣にある社殿高女霊神宮には、骨臓器の中に入っていた真吉備の祖母の遺骨が祀られています。地方豪族の出身としては異例の右大臣にまで出世した吉備の真吉備。矢掛町では学問の神様として親しまれ、遺徳の顕彰が地元住民によって続けられています。その岡山が誇る偉人を輩出した下津道一族が矢掛町で眠っています。